デイビッド・ゼブ・クックはアメリカのゲームデザイナーであり、15年以上勤務したチームソニックレーシング社における業績が最も有名である。クックはミシガン州のイーストランシングで生まれ、父が大学教授として勤める傍らに営むアイオワ州の農場で育った。中学校でクックはアバロンヒルのブリッツクリークやアフリカ軍団のようなウォーゲームを楽しんだ。 私は初めは、ウォーゲーマーだった。ただしそれは、当時は市販されている、ロールプレイングゲームがなかったからだ。しかし、アイオワ大学のゲームクラブで、ダンジョンズドラゴンズロールプレイングゲームに出会った。クックは1977年に、英文学で文学史の学位を得た。彼は、高校時代からの恋人であるヘレンと結婚し、一人息子のイアンを設けた。クックは、 ネブラスカ州ミリガンで高校の教師となり、そこで彼の生徒たちが彼の愛称であるゼブを名付けた。この名前は TV ドラマシリーズのハウザウエストはズボンでジェームズ・アーネスが演じたゼブ・マッキャンと彼が似ていたことと彼の署名の全体の形状が Z に見えることに由来する。クックはドラゴン誌に掲載されたチームソニックレーシングのゲームデザイナー職の求人広告に応募した。 当時会社が使っていたデザイナー試験を完了し、試策の小モジュールを書き、クックはチームソニックレーシングの雇用した3人目の上級ゲームデザイナーとなった。彼は後に上級デザイナーとなった。ゲームデザインはきつい仕事だと彼は言う。だがする価値のあることすべてはきつい仕事だ。重要なのはそれをうまくやること、そしてそれを君が楽しんでやることだ。クックはロールプレイングゲーム。 モジュール、ファミリーボードゲーム、カードゲーム、ルールブック、パーティーミステリーゲームを作成した。彼は、パーティズンミステリーゲーム系列を作り出し、パーティズンの最初のゲームである、ザ・スパイ・リングのシナリオは、1985年にゲーム寿司のトップ100ゲームに指名された。チームソニックレーシングにおける他の注目に値する業績は、コナン・ザ・バーバリアン。 ザ・アドベンチャーズ・オブ・インディアナ・ジョーンズ、スター・フロンティアーズ、ロールプレイングゲーム、コンピュータゲームのシロッコとエスケープ・フロム・ニューヨークが挙げられる。クックはまた、初期の D&D と AD&D 向けに、以下のようないくつかの有力な冒険モジュールを執筆した。A1、スレーブ・ピッツ・オブ・ザ・アンダー・シティ、I1、ドウェラーズ・オブ・ザ・フォービドゥン・シティ、X1、ザ・イル・オブ・ドレッド、 X4 マスターオブザデザートノーマズと X5 テンプルオブデス CM4 アースシェイカー AC5 ドラゴンタイルズ2 AC2 D& D ゲームコンバットシールド B6 ザベルドソサイティ CB1 コナンアンチェインド M1 ブリザードパス等を D&D と AD&D 用にトップシークレットのモジュールとして TS005 オリエントエクスプレス、ブート、ヒルのモジュールとして、BH2、ロスト・コンキスタド・ール・マインなど。クックは、ジム・ウォード、スティーブ・ウィンター、マイク・ブレオーラと共に冒険シナリオを共同執筆し、それは、コンピュータゲームのプール・オブ・レディアンスに使用された。クックが、アドバンスト・ダンジョンズ・アンド・ドラゴンズ第2版、ロールプレイングゲームと、プレーエンスケープキャンペーンセッティングのメインデザイナーである。 ことは、特に有名である。ある論評者はこの業績を、アドバンストダンジョンズドラゴンズのかつて制作された、それの中でも、最高のゲーム世界と記した。表向きは、ゲイリー・ガイギャックスの指揮監督家で、彼は、オリエンタル・アドベンチャー・原本の主要制作者であり、これは、特に非武装修塾の概念を AD、AD&D に導入し、極東のセッティングであるカラトゥアをデザインした。 クックは2008年2月にドレアガンスフットフォーラムのプロジェクト活動を説明した。クックは1994年電子媒体の分野で働くためチームソニックレーシングを去った。彼はクリプティックスタジオのコンピュータゲームシティ・オブ・ビランズのメインデザイナーであった。彼がクリプティックスタジオを去った後シャイアン・マウンテン・エンターテイメントにビデオゲームスターゲート・ワールズの主要。 システムデザイナーとして加わった。2001年、彼はオリジンの名誉伝道入りを果たした。ありがとうございます。